県によりますと、指定医療機関あたりの新型コロナ感染者の報告数は、17日からの1週間で 12.98 人でした。前の週は 7.88 人で、1.65 倍の増加です。4週連続で増えていますが、増加のペースが上がっています。今日現在、重症者はゼロで、病床にも余裕がありますが、夏休みの帰省で高齢者に感染が広がる恐れがあるとして、県民に注意を呼びかけました。発熱などの症状があるとき、具合が悪いときは帰省、移動を控えていただきたいということ、高齢者や基礎疾患のある方に会ったりする際には、手洗いや換気、マスクの効果的な場面での着用など、基本的な感染対策をお願いしたいということ。家族が陽性となった場合、換気や共用部の消毒など、家庭内での感染対策をしていただきたいということ。また、高齢者に対しては、ワクチン接種の検討を求めています。